なんだこれ。なんだなんだなんだ。これやべえな。なんだ。なんだこれ、ニジマスかな。すんげえ引いてる。糸鳴りしてるよ。ちょっとでも緩めていっちゃう。なんだ。お、こっちに落としちゃった。でかでかで。なにこれ。ああ持ち上がんない。うわ速い。ちょっとねサイズがでかい。いいサイズ。でかでかいね。あとはちょっとゆっくり、慌てるとね、あ、いがれちゃうんで、ちょっとまた差を縮めてゆっくりこう弱らせて、今弱ってきたんでね、これでちょっとタモ入れできると思うんですけど、重い。まだ暴れるな。この時バレちゃうんで、怖いな。おい、さあそろそろいいだろう。よし。うわー、まだか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 。重たくて持ち上がらない。よし、これで来るか。よし、よし、よし。でかっ。60ぐらいあるんじゃないかな。これはでかいや。こんなヤマメ狙ってるんですけどね、こんなの来ちゃいました。まあこういうのが釣れるのもね、本流釣りのこう楽しみじゃないかなと思うんですよね。本当もう本当にね、こう目いっぱい溜めていかないと、このサイズですからね、もうぐんぐんも沖へ走られちゃいますから、もうしっかりねこう竿をこうね、溜めをしっかり入れて、こう持ってるこの下のグリップの下側、こうね下にこう突き出すような感じで溜め込むと、しっかりこう竿曲がりますから、そんなにねもうしっかり曲げちゃえば糸切れとかも結構防げるんですけどね、あれ曲げてないとギュッていかれちゃいますからね。まあこんなサイズのヤマメはかかんないとは思いますけどね。でもこういいファイトしてくれるのでね、なんて言うんでしょうか、まあやり取りの練習という言い方ちょっとあれですけど、まあそういうこともできます。まあこうニジマスもねすごくいい練習ですよね。何センチぐらいだろう。これヤマメだったらね。あ、60ありますよ。60ジャストリリースしたいと思います。よし、行け。ありがとう。あ、でかいな。鯉みたいだな。昔はそんなにいなかったんですけど、まあここ数年やっぱあれですよね、こうニジマスの放流とかもちょこちょこするようになっていて、まあそれが大型に育っているパターンもあれば、最初からある程度ねこう大きいのも放流する時もあると思うんですよ。まあ何しろ今のは多分まあ話してからちょっと時間経ってる魚じゃないかなと思うので、まあ結構そういうのが多くなってますね。でまあやっぱねこう野生化してるのですごい引きが強烈なんですよね。